黒色と赤色の2種類ありますよね。どっちが好きですか？赤の。赤です。赤でいいです。はい。だいたい男性は黒の方が好きなんです。赤でいいです。赤でいいです。わかります。はい。じゃあね、赤で。ね、忘れないように変えてきますね。最初のお客様、赤。ということでね、OK です。じゃあ、あ、すみません。黄色のスカートのお嬢様。すみません。赤なんですけども、赤はハートとダイヤの2種類ありますね。どちらのマークがお好きですか？ハート。ハートでよろしいですか？だいたい女性の7割はハートって言うんですね。よろしいですか？ハートで。いいですね。はい、ちょっと。じゃあ、ハート。はい、すみません。じゃあ、お隣の女性行きましょうか。はい。奇数と偶数どっちがお好きですか？奇数。これ、日本人はだいたい奇数が好きで、これもだいたい7割ぐらいの方は奇数。偶数ですね。変えませんね。じゃあ、一番大事なとこ行きましょうか。行きますか。奇数。わかりましたね。一応説明だけして。奇数っていうのは1、3、5、7、バカにしてるわけじゃないですか。説明ね。1、3、5、7、9、10、11、13ね。その中で好きな数字をまず頭の中で決めてください。まず頭の中で決めましたか。今なら変えれます。大丈夫です。それでいいですか。皆さんわかりませんよね。私も打ち合わせは一切してませんので分かりません。いいですか。じゃあもう誰も分からない状況ですけども、じゃあ皆さんちょっと聞こえるように大きめで決めた数字をおっしゃってもらっていいですか。はい、7。いいですか。はい、聞こえました。はい、選んでいただ、はい、1だそうじゃあ冗談いいですか。だいたいね1か7って多いんですけど、いいですか。大丈夫です。これやります。パチンコとかやります。はい、ということでございまして、今4名のねお客様に来まして、最初のお客様が赤、そして次のお客様が、ハート、そして次のお客様が奇数、そして最後のお客様7ということで、4人のお客様に選んでもらったカードというのが最終的にハートの7になります。ハートの7、 OK。 ここからです。このカードはずっと置きっぱなしにしてましたね。これ間違いない。今から初めて触ってあげます。ゆっくりやりますから、怪しいことしてないかどうかね、よく見てくださいね。いきます。出します。ハートの7です。これは2です。これ7には見えないね。じゃあゆっくりと振られますね。ハートの7です。あら、ちょっと持ってもらってますか。まだめくらないでください。この1枚だけひっくり返ってるカードがハートの7だったらどうですか。いや、すごいですね。そうでしょ、うん、でこれもう説明だけしておきます。ここに来る前に実は1枚だけカードひっくり返しておきました。多分この4人のお客様でこの1枚は選ばれるんじゃないかな。これカードは全部で何枚あるかご存知ですか。52枚です。52分の1。1枚引いてもらうのも非常に難しいです。いいでしょうか。じゃあめくっていいですね。ハートの7だったら皆さん分かりますよね。これ最後ですから、それなりの大人の反応のリアクションね。ね、このままずっと終わっちゃダメですよ。行ってきますよ。それでは行きましょう。3人で皆さんに見せて。よいしょ、スリー、ツー、ワン。はい、どうぞ。おお。一応あの通りや。何回も。すごい。今日初めて大谷いいんかな。